Hi guys! ロサンゼルス在住の藤子です。私は6年前に乳がんになってて、で私の旦那も6年前ぐらいにリンパ系のがんになってて、でもそれもあって2人とも自分の体の中に入れるものは結構気をつけようって言って、科学的になんか味付けされたものだったり、科学的に色付けされたものとかをできるだけ取るのをやめて、まあ、健康的なものをできるだけ取るようにしようっていう風にしてるのね。でそんな私が結構リピートして愛用してる食べ物、飲み物を紹介したいと思います。じゃあね、まずはほぼ毎日っていうほど私が口にしてるものからいくね。まずはこちら、このオーガニックのスーパーフード入りのプロテインパウダーです。これはね、私はこのチョコレート味とバニラ味を試したことあるんだけど、どっちも美味しい、どっちも美味しいし、どっちもスーパーフード入っててすごい体にもよくって、でプロテインもしっかりグラム数も多いので、まあワークアウトの後にちゃんとゲインってか、もうちょっと体重増えるやつのプロテインと一緒にこのプロテイン混ぜて飲んでます。本当にね、このチョコレートの味がいやらしくないんだよね。すごい甘すぎもしないからすごい飲みやすくって、で割と水にも溶けやすいから、水ミルクの水分にも溶けやすいから、すごい何回もリピートしてる。これはもう3年ぐらいかな、これはすごい飲み続けてます。めっちゃ美味しい。次はこちらのスーパーグリーン。このグリーンは私はね、まあ、これもちろん毎日飲んでもいいんだけど、私はあんまりなんか毎日こういうの飲みたくないなって思うから、今日はサラダあんまり食べれなかったなとか、肌荒れしてきたな、ニキビ出てきたなっていう時にこのスーパーグリーンを夜飲んで寝るようにしてます。でこのスーパーグリーンも味はね結構飲みやすくって、ほら癖強いじゃん、こういうのって結構ね、青臭いっていうか、すごい緑のさ味がすごいグッてするのが苦手な人とかは結構飲みやすいかも。私も結構それ苦手なんだけど、これは爽やかな感じで結構飲みやすい。でじゃあ次ちょっと、まあ、飲み物っていうので、このオーガニックのスローティーです。これは喉にいいお茶なんだけど、これ2年とか1年前に私が音楽やってた時に、私は今まで音楽やったことなかったから、歌ったりとかラップしたりとかする時にやっぱすぐで喉がレコーディングで痛くなっちゃって、でそういう時にこれがいいよって聞いたのね。で調べてみたら、これは結構こっちのアーティストの人、いろんなアーティストの人がスタジオに置いてたりとか、あとまあ日本のアーティストもレコーディング中に飲んでるっていうのを見たから、あじゃあ買ってみようと思って買って始めたんだけど、これは本当に美味しいし飲みやすいし、で本当にね喉の痛みが結構、ね、軽減されるなって私は思ったね。これはね、なんか味で言うとなんか桜餅のお餅の部分みたいな味がする。あれがあまり苦手な人はちょっと苦手かもしれない。結構独特、普通のなんかお茶とか紅茶とはちょっと違う癖のあるね味です。で蜂蜜とかあとレモン入れるともうちょっと爽やかな感じで飲みやすくなるかも。生理の前日にすごいね喉がガラガラになるのね。でそういう時とかに今は結構作ってね飲んでみてる。そして次はこのねプロテインバーです。このプロテインバーはチョコレートヘーゼルナッツの味なんだけど、この味がめちゃくちゃ美味しくって、普通にお菓子みたいな感覚で食べちゃってるんだけど、これはねプロテインの量も結構多いし、スーパーフードも20個以上入ってたりとか、めちゃくちゃいいプロテインバーなんだけど、私は最初これ8種類ぐらい味があって、それをワンボックスになってるのを買っていろんな味を食べてたんだけど、このね私は特にこのチョコレートヘーゼルナッツ味がめちゃくちゃ好きで、なのでもうほんと最近はこの味だけのボックスを頼んで食べてる。ハイキング行く時とかなんかちょっと忙しくって小腹空いたけど料理ちゃんと作って食べる時間ないっていう時とかはこのもうバーで済ましちゃったりするんだけど、食べやすいし結構腹持ちもいいしおすすめです。次はこのエナジードリンク。このエナジードリンクも味のバラエティすごいいっぱいあって、
今私が持ってるのはグレープとオレンジなんだけど、これも8種類ぐらいとかかな味があって、今ね結構 LA っていうかアメリカ全体でもすごい流行ってて、エナジードリンク自体すごい流行ってるけど、エナジードリンクってさ全然体に良くないじゃん。だけどこのエナジードリンクはすごいあのグルテンフリーだったりゼロシュガーで、あの化学的調味料、化学的な甘さとかそういうの一切使ってないものだから体にもよくって、ちゃんとビタミン C とかビタミン B とかタウリンとかもいろんな体にいいものがちゃんと入って、エナジーもちゃんと上げてくれてだけど化学的なものが一切ないっていうので、 LA でもアメリカ全体でもすごい流行ってる飲み物。じゃあ次はね、このチアシード、まあ、チアシードはもう日本でも有名だと思うんだけど、私も結構飲むようにしてる。これはまあ、朝のオートミールに混ぜて飲んだりとか、あとは普通に飲み物の中に入れて持ち歩いて飲んだりとか、体にいいんだったらまあね、飲みやすいし食べやすいし食べとこうかなっていう感じで食べてます。次はタンタラーン、アボカドオイル。このね、アボカドオイルはなんで始めたかっていうと、もともとはうちにあるオイルはね、ギーとオリーブオイルとあとはごま油とかを使ってたんだけど、なんかその揚げ物とかするとき用に高い温度まで行っても栄養素が失われないオイルを調べてて、でそれでたどり着いたのがアボカドオイルだったんだけど、揚げ物するときとかあとは焼き物なんか炒め物するときとかにアボカドオイルを使ってます。アボカドオイル自体の味もそんなに強くなくって、なんか色味はねオリーブオイルみたいな感じでちょっとね緑っぽい感じなんだけど、でも味も全然揚げ物唐揚げとかしてもはなんかアボカドの味するとかって一切思ったことなくって、そうで体にもすごいいいっていうので使ってます。そしてお次はツナ。このツナはね、やっぱアメリカにっていうかあの LA に住んでると結構やっぱ魚、魚介類を食べることが結構難しいっていうか、スーパーにもそんなに売ってないの。だから魚はねやっぱりねなかなか簡単に食べれないから、もともとは違うあのツナのこういうのを買ってたんだけど、これがねめちゃくちゃ美味しくって、これがね何が美味しいって、あのココナッツオイルの味もちょっとついてるのね。でそのココナッツオイルとツナがねめちゃくちゃ合うんだよね。これはね私たちはまあ、パスタに入れたりとか、あとはそうめんチャンプルとかパンの上にあのミックスしてかけても美味しいし、もうとにかく何にでも合う。なんか野菜炒めの中にこれ混ぜて、でそれで食べるのも美味しいし、とにかくココナッツオイルとこのねツナのハーモニーが最高なんですよ。でこれいつもっていうブランドでね、なんか日本の会社なのかなって思って、なんかちょっとそこも勝手に信頼感はあるんだけど、まあ、それはちょっと私確かじゃないから あんまり言わんとこは。そうまあでもジャパニーズクオリティとかって言ってちょっとジャパンを推してる商品でもあるので、これは普通にアマゾンで売ってて何回も何回もねリピして買ってます。とにかく美味しい。で最後ね、最後私たちの体に一番大切なもの、まあ、空気も大切なんだけど水でございます。これはねクリアリーフィルターっていうあの水のフィルターなんだけど、もうロサンゼルスは水道水汚すぎて美味しくなさすぎて飲めないのね。で最初の頃はブリタ使ってて、ブリタは本当どこにでも売ってるからさ、スーパーとかで買ってブリタ使ってたんだけど、ロサンゼルスみたいなちょっと汚い水はブリタじゃ物足りなくって、でいろいろ調べたらこのクリアリーフィルターっていうのがもうブリタの何十倍もの成分を全部あのクリアにしてくれるっていうのは書いてあったから、これを試したんだけど、もう本当に味が違う。この前私の家に友達遊びに来てパーティーした時にこのねお水飲んだ時に、えこれ何の水って言われたので、えこれだよって教えてあげて、もう全然違う。すごい感動して、友達もこれ買ってたぐらい全然違うんだよね。はい、ということで、まあ、普段私たちがリピートしてでも使ってる健康的な食べ物飲み物でした。まあ自分の本当健康は自分でね守るしかないし、
自分が食べたもの飲んだもので私たちの体はできてるから、なるべくねそういうところにまあ時間を使ったり気を使ったりしていければいいなと思って、私も普段からそういうのね取り組んでます。まあ、もちろん本当ラーメン食べたいって言ってもラーメン大好きだからラーメン食べる時もあるんだけど、その分なんか引き算じゃないけど毎日毎日口にするものはできるだけなんかそういうもう何にも入ってないものっていうので頑張って生きています。はい、なんか中途半端な終わり方になっちゃったんだけど、今日も見てくれてありがとう。そしてまた明日。 See you tomorrow!